にちは、真剣斎藤です。ということで今日も吉本の第二さんにゲストで来ていただきました陣内智則さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。いやありがとうございます。いや久しぶりやね。お久しぶりです、ね、結構こう2人でやるのは久しぶりじゃない。デニス挟んでとかね、検証はあったけど。そうなんです。ちょっと大問題が起こりましたね。何ですか？デニスさんのところで。あ、そうね、ちょっとこれはまあ悲しい話やね。まさか身内から犯罪者が出たね。あれはちょっと悲しいけども、ちょっと、ね、同日アップされてるんで、ぜひ概要欄に、ね、まあ、ネタチンさんとデニコワさんの、まあ、ちょっと見ていただけたら、ちょっと、はい、飛んでます。我々はちゃんとそんななしでいこうね。はい、どうなん、忙しそうやね、早いと思います。忙しいです。ぶっちゃけそれコンビではやってんの？もう月に2回ぐらいやってますね。月2がコンビで、あとほとんど1人やろ。あとほぼ心霊都市伝説、ワンピース。ワンピースもやってんのか。なんかワンピースの考察もちょっと跳ねたり。だからその相方のね、近所めくる、はい、だからそれはあの早友が紹介してくれてんやんか、一回俺のネタジオのチャンネルで早友を呼んだけど、なんか相方もいいですかって来たのよ、めくるが、はい。で、なんていうコンビ名だっけ、ポンゴっていう、ポンゴっていうのでめくるっていうね、タロット占いの子に紹介してもらう、紹介とか会う時に会ったやんか、はい、そっから俺はもう週2ぐらいで会ってんの。いや、会いすぎですよ。いや、会いすぎっていうか、なんやろな。ほんで、やっぱあいつすごいね、会ったんで。これがなんでかっつったら、まあ、あの時俺のチャンネルでいろいろバーって1年のやつやってくれってやってもらったことが、ちょっと俺しか知らんことがあって、当たったの。ほんで、また今年の正月にあいつと飯食うて、ちょっとめくりこの1年やってくれっていうのを、まあ、俺と動画で撮ったの。ほんならまあ、なんかその1月から当たってんの、俺の心情が。だからちょっとまあ、嫌なことが起きた時期あって、今時代だとちょっと大変ですよねみたいな、ちょっと悩みすぎですよみたいな、1月これ悩んだらダメですよ、絶対2月3月も悩みますけど、3月からバーンって気持ち晴れますとかっていうのがバーって撮ってて、今9月、はい、見てたらもうえらいもんやっぱ当たってんの。でも確かに当たってるなと思ったのが、うん、あの陣内さんこの月やばいと思うって、うんうん、俺と2人の時に言ってた月に、うんうん、あの長野さんボコボコにしてたんで。あ、そうか。そうそう、で、あって、ほんで俺一番こいつを信用したのが、はい、ちょっとめくると、はい、もう俺のことええから、お前のことを売らないと、お前の芸人を売らないって言ったの。聞いてないです。はい、あ、聞いてない。はい、ほんで俺、あいつなんかみんなバーって売らなくて、それこそニノとか、うん、フーマとか、もう、LINE 交換して、フーマに呼ばれてやったりとか、ニノに呼ばれてやったりしてんやけど、はい、ちょっとそんな映画、お前、めくるの、芸人、今の芸人としてをタロット占ってくれ。はい。わかりました。つってなんかバーって、なんかさ、バーって跳ねて、で、パンパンパンって、何 ?6 枚か7枚、はい、パーってめくっても、俺、ど素人とか見てもわかるぐらい死神と、剣ぐさー刺さったやつと、グッテーなってるやつと、グンターのやつが7枚出たのよ。で、俺、お前信じるって言って。すごいっすね。お前はすごいって、そっから俺もしょっちゅう会ってんの。すごいっすね。いや、もう誰が見てもやで。ですって書いてるやつと、剣ぶっ刺さったやつと、もう、グッターと、もう、ガー、なんかもう、ガーなってるやつ。もう、どんよりとしたやつ7枚出たのよ。ほんで、お前すごいなって言って。はい。あの、あいつのタロットはすごいよ。だからちょっと、また、まあ、今度やろうよ。はい。ぜひ、ちょっと、マジ、本当に、本当ちょっとしたことでも、なんかあったら、ボコボコにしてください。あいつに。ボコボコせなかった。なんでもいいの、本当にちょっと。いやいや、まあまあ、そういうのあっての、今回ね。いや、ありがとうございます。ね、何ですか、今回どうする？いや、実は、吉本の大先輩である陣内さんにですね、うん、これを聞いてないと思ったのが、はい、吉本興業の闇ベスト3を聞いてなかったんですよ。闇、いや吉本興業もまあ大先輩いらっしゃいますし、まあ、僕も誠司さんとコラボした時に聞いたのが、うん、もうしっかりヤクザだったって言ってたんです、誠司さんが。吉本はもともとはそのぽいとかじゃなくてちゃんとヤクザだったって言ってて、いやでも興業って言うてるから、まあそれはそもそもそうなんじゃない。そうだと思う。それはだって昔は全部そうやん。で、まあ、今クリーンになってきたとはいえ、うん、陣内さんぐらいの芸歴長いこと言うといろいろ見てきたんだろうなって思ったんですよ。で、俺らはだからそういうそんなもんやとは思って、子供の時なんてあのテレビで見て新助さんとかさんまさんそういう話をしてるわけやんか、はい、もう吉本はヤクザやいうのを見てきてるから何ら違和感もなく吉本に入ってるしな。やっぱでもまあやっぱ反社問題もあって、はいはい、生まれ変わった吉本も見てきてるから、まあ、時代にこううまいことマッチして今のクリーンな吉本があるんじゃない？あ
ちょっとその時代にマッチする前の話も含めていろいろ聞いてもいいですか。あ、前か、どうなんやろな。まあまあいいですよ、俺が知ってる。いやでもそんな俺深いところまで知らんで、もちろん、はい、じゃあ誰から行こうかな。じゃあ、まあ、まずジャブ程度で、はい、いきますか。西川きよし師匠、出たはやっぱ闇深い人よね。闇深いっていうか、いや俺と本当に大好きやし本当すごいと思う。俺は覚えてる NSC、 俺は NSC の時に当時 NSC は吉本本社の屋上にあったのよ、はい、もうど素人の何 の、 あの芸人の芸能人も知らん俺がエレベーターパン乗った清志がこうバーンってもうはっきり覚えてんの、はい、取ってくれて何階ですかって。あ、優しい。清志が何階ですかって言って、なんか何階で、あ、何階ですって言ったら NSC ですか、うん、NSC 生ですかって言うの、ね、俺に、はい、頑張ってくださいね、いつか共演しましょうって言われたの、はい、こんなこと言うこの人みたいな。感動しますね、ほんまにそういう人やねんけど、その人の俺が嬉しかったのは初ロケが清志師匠の家やったの。おお、なんか約束が果たした、なんか約束果たしたかのような。すごい、 NSC 卒業してなんかあって、俺初めてロケ行くのが当時美濃やったかなの家に、清志師匠の家にロケに行くっていう、うん、でそのロケがワンちゃんのロケやん、はい、ワンちゃんを飼ってるっていう多分ロケやったと思うね、うん、でその時の清志師匠とヘレン師匠がやりすぎたっていう話やけど。え、ワンちゃんですよね。多分今やったら放送できひんと思うねんな。え、当時やから放送できんねんけど、はい、まあ、当時も放送だせえへんかったんかもしれんな、これこれちょっとうる覚えやけど、多少放送したけどほとんどカットやったっていう話で、花ちゃんっていう、はいはい、あのワンちゃんを飼ってあったの。でまずそれ俺、あの清志師匠が花ちゃんっていう、あの何県やったかな、多分芝居県なのか秋田県なのかみたいな、はい、女の子の花ちゃんを散歩しながら俺と清志師匠と花ちゃんみたいな。でその話するの、俺は教授実はって、はい、こういう時に、うん、あのこういうお話していただいてすごく覚えてます。で今こうやってロケでほんまかじんねくすごいな頑張ったな言って、で実はね、花ちゃんはお風呂が大好きやね、うんうんうん、お風呂が大好きで毎日お風呂入るから、このお花ちゃんがお風呂入ってる時の顔が幸せそうな顔すんねん、それをヘレンといつも見て幸せやなって言うね、うんうん、で今からじゃあ散歩終わって花ちゃんお風呂入れようって言って大きい庭に行くねんけど、そのポリバケツ、はい、青いでっかいポリバケツにこうあのヘレンさんが、ヘレンって言ったね、ヘレンさんがこのポリバケツをバーって庭に持っていくんで、その姿を見た花ちゃんがふわ、はい、ーって走り回るのよ、逃げ回るのよ。あ、逃げてる、逃げ回るんで、もう尻尾ペタってしてふわーって逃げ回るね。あれなんやこれと思って、ほんでヘレンさんがそこにバーって水を入れんの、お湯を、それを花ちゃんがブワーって広い庭を逃げ回んの、はい、ほんで清志師匠が「ハラーハラー！」って追いかけ回んの、はい、ブワーッて捕まえてでまた、ね、花ちゃんがバーって逃げ回んの、でも次「ヘレン！」言うて「花捕まえろ！」言うヘレンさんが花ちゃんバーッ捕まえるんやけど、またバーッ逃げられんのよ。ほんでいや、じゃあそっちやー、そっち行くぞー言うて、へえ、そっちやー言うて、もうハサミ打ちで花ちゃんをバーッ捕まえて、花ちゃんがうわーッ出てきてまた逃げ回るよ、へらーんこっちやー。いやいや、もうあんまり言えないですけど虐待じゃないですか動物いや、だから、いや、虐待じゃない、好きやねん、花ちゃん、お風呂が好きやねん、尻尾ペターンってなってるんだ、いいの、怖がってますって、もそれ、いや、だから、それは、ね、お前、これはうまいことして、それ、俺が見たことを言ってるだけやから、なるほど、で大好きなんですもんね、で、最後は入んねんで、はい、最後は入って、花ちゃんはもう、なんかもう、観念した感じで、あーって、なんで、ね、あのお風呂好きですよーって言って、いつもうちはこうやって。お風呂好きやなって言ってんねんっていうロケを見てるけど、怖っ。いやー、あれは俺を見たら何やったのかなっていう、まあ、都市伝説やなそうですよね、都市伝説ですよね。いい人なんですよ、ね、いやもうマジで、いまだに電話とか、俺はでもなんか芸歴50周年みたいなんで
あの俺も行かしてもらってほんまに頭叩いて陣内君頭叩いてくださいねって言える人やからね。で俺はもうやかましいわーただバーン叩いてもね、そのそれのありがとうございましたってお電話もいただいたりとか。いやこれはできないよ、これは本当に大事な人よ。だから犬の気持ちだけは分かんないってことですよね。犬の気持ちだけはもしかしたらその犬猫の気持ちだけはあんまり分かんない。当時はそのたまたま花ちゃんがちょっと体調というか気分が乗らなかったのか。でもせっかく俺が来てるからロケを陣内君が初ロケやのに何をしてんねん花っていうことやったと思うねん。なるほど、このロケを成立させてあげないと陣内君の初ロケを私たちが何とかして成立させてあげないとっていう親心やったと思う。なるほど、あ、いや優しさってことですね。優しさよ。結局その後輩への愛のためだから愛のために何とかこのお風呂に入ってる姿を撮らせてあげないと陣内君のためにっていう。あ、いい話ですね。これめちゃめちゃいい話。いい話でした。いい話でした。すみません、ちょっと2位お願いしてもいいですか。はい、リアルに言うたらちょっと分からんという分からん人もいるかもしれんけど、水溜り列風隊のケンさん。おお、ケンさん、はい、はい、ご存知ですか。もちろん知ってます。まあ水溜り列風隊もう僕はめちゃめちゃお世話になって、はい、もうすごかったのよケンさんって。あ、もう当時アイドルでかっこいいですもんね。かっこええねん。もう今はもう目も当てられへんけどそんなことはないですけど、まあ、普通イケオジですよね。イケオジなってんの今。俺はもうほんまに世話になったから、本当にケンさんが何かあったらあの手を差し伸べ大使、そんなまあ後輩のとか言うのあれやけど、はい、ケンさんのためならみたいなのもあるし、めちゃめちゃいい人で、昔まあほっとかっこいいし、はい、スターやったし大人気やったし。でこれは知ってる、このケンさんもあのそれこそケンさんの話、ケンさんがなぜ売れないのかっていう。なぜ売れないのか、売れなかったのかとか売れないのか知らない、聞いたことない。これ結構有名な話よ。え、わかんないです。ちょっと、あ、そう、はい、ケンさんが東京来て水溜り列風隊として、うん、まあ大阪でバーン売れたのよ、はい、でそのまま東京来たけどやっぱちょっとそこまで芽が出ずに、うん、ね、でいわゆる吉本新喜劇とかやってたけども、まあ、そこまでなんとなくふわふわってもで、アキさんが東京に戻ってまた新喜劇でこれはドーンって結果出したのよ、はい、ケンさんは行かなかったのよ、うん、東京にもうこっちでやる言うて、はい、ほんであの当時アメリカの安住っていう、はい、知ってる？一個も知らないから。アメリカって俺の一個後輩の子やめたけど、安住っていうことを住んでたのよ、はい、東京のある部屋に、はい、で売れへんなと、うん、なんで売れへんねやと、あの秋はあんな売れたのに、はい、で全然売れへんって、まあ、もちろん何も頑張ってはないねケンさんはあ、なるほど、はい、で俺がやったらでもこれさ、安住部屋悪いんちゃうんかなったの。もうそれこそやっぱ当時東京も高いし、はい、そんなあのまあいいアパートじゃなかったと思う、はい、でガラケー当時ね、ちょっとこれ部屋悪いんちゃうのと、うん、部屋俺らちょっとなんか変に取りつかれてんちゃうの、ちょっと安住ちょっとあの写真撮ってくれへん、これ結構有名な話やけど、いいいや分かりましたって写真バーン撮ったのよ。俺それ見せてもらったけど、我先に言って霊がブワー映ってんの。もう十何体してる、これ十何体映ってんの。マジですか。これはね多分ね今田さんとかのやりすぎ工事とかで、そんなレベル。俺もそれ見せてもらったもん、その前にそのやりすぎ工事やる前に、ジンちょっと見てくれる言って、はい、なんすかって言って、あの俺売れてないやん、はい、まあまあそうですね、いや俺部屋が悪いと思って、この間、安住取ってくれ、言うて、霊おるんちゃう、言って取ってん。ちょっと、びっくりしてんといてな、見てくれるってパッて見たら、もう、はっきりやで。霊が、ぶわーってもう、十何体。もう、だいたい、ケンさんの前に出てきてんだよ。これが霊っていう霊よ。だから、ほんま白い霊がばーって、後ろからばーって。ほんま集合写真みたいな感じ。それは家の霊なんですか。家の霊やな。その本人についてるわけではなくて、いや本人、いやこれは分からん、本人についてるかも、あと全部ケンさんが連れてきたかもしれへん。
で、ケンさんってそういう人やん。だからちょっとそういう星のもとにもあったりとか、まあ好かれるんやろな、例に。だってアキさんはだって言ってるわけで、アキさん言ってんねん、もう今もすごいやんか。当ててこないです、ね、俺ははっきりその見たもん。でもういやもう笑い転げてんけどなんかめちゃめちゃおもろいね、それが。もういやもう怖い、めっちゃ怖いね、はい、めっちゃ怖い。まあ霊心霊写真ってこうなんやっていう。ケンさんがバーって立って、なんかこの廊下みたいなところでバーって立ってもう撮ってんの。そこにもう周りにブワーって、だからアベンジャーズみたいなことですよね、多分。そのアベンジャーズよりもアベンジャーズ多い多いすごいな。で、お前、でも女性やねみんな。え、白いの女性やね。え、ケンさんはモテたじゃないですか。モテた。あ、それもあるかもしれへんな。ケンさんめちゃめちゃモテたし、だからそういう、まあそっちの例もあると思うね。かもしんない、ね、その例もあるし、そのいわゆる家の例もあるかもしれへんし、あみたいなことが全部集まってマックスの状態だったんです、ね、マックスの状態でガラケーでバーッと取られてんねん。え、引っ越したんですか、すぐ。まあ多分、でもそんなお金持ってないからそんなすぐ引っ越されへんかったけど。あ、そっか、そうですよね。で、面白くはないねんけど、面白いね、めっちゃいや、まあ、不幸すぎて言うて、でも愛されんねん、ケンさんって、はい、今最近聞いたのはもうルミネとかたまにケンさんは新喜劇で出んねんけど、あのやっぱお金ないから、あのパンの耳だけね、はい、ケンさんは持ってルミネに行くのよ。ほんなあの後輩たちがやっぱあのゴーゴーカレーとか、はいはい、結構ルミネってカレーを皆さんあの頼みはんのよ、はい、ココイチのカレーとかゴーゴーカレーで頼むから、ケンさんはもうパンの耳だけ持って後輩にごめん、ちょっと人こそぎだけさせてくれへん。あの食べた後やで、これは皆さん誤解しないよね。食べた後のお皿にごめん、あのこの残ってるこれ人こそぎさせてくれへんって言って人こそぎして、源さんはあのルミネを去っていくのよ。人こそぎさせてくれへんって今回ってるらしい。出番じゃないんですよ。出番でもない、こそぎに来てる、こそぎに来てる。であのじゃあケンさんのいいところは食べてるカレーちょうだいじゃないの。食べ終わったゴミ箱に捨ててる、もしくは楽屋に置いてるやつをごめんってちゃんと言うの。俺ケンさんそういうとこ大好きで、あのなんとかごめん、ちょっとパンの耳持ってきたからこれもう食べへんよね、人こそぎさせてくれへん。俺それ聞いてやっぱ大好きやなと思って。誰も断れないですよ、そんなの。もうすごいっすね。そう、だからそういう人や、ね、いやだからまあ俺は世話になったし、当時はパチンコって大好きで、俺はお金ない時にケンさんにパチンコ代借りたりとか、ケンさんがやっぱ当時お金持ったから一番、はい、ケンさんにご馳走してもらったりとか。いやちょっと凄まじいですけど、じゃラスト1位聞いてもいいですか。これはあんま言われへん、2つあんねん。お、でも言ったったらあかんや。いや、これやめとこう。はい。これはやめとかなあかん。まあ、また今度でしょ。わかりました。ね。絶対に覚えておきます。うん。まあ、まあ、今回の1位は、はい、まあ、やっぱりいろんな意味で、ちょっとまあ、もうちょっと正直、あれすぎるけど、やっぱりもうやっぱ、さんまさんになってくるな。まあ、まあ、レジェンド中のレジェンドですよね。レジェンド中のレジェンドやし、いい意味でもうやばすぎる。いい意味でっていうか、いい意味でしかないねんけど、はい。まあやばい塊やん、もう。そうですね、かっこよさの塊やと思うし、うんうんうん、面白さの塊やろうし、まあ、あの僕もほんまでっか TV で世間に知ってもらえたんで、うんうん、さんまさん MC の現場でさせてもらった時の全員を生かそうとするあったかさがなんかすごいなと思って、うんうん、なんか何ですかね、もうこんな人は生まれないんじゃないかな、日本に。いや、もう生まれないね。で、あんまこれもどうかなと思うけど、まあ、本人は言わらへんし、まあ、はやとものチャンネルだけの感じやって、まあ、有名やと思うけど、やっぱね、あの全日空の、あ、はいはい、ね、飛行機の、はい、ほんまは乗るはずやった飛行機に、うん、マネージャーさんがその時だけたまたま遅れて、はい、で、その飛行機に乗れ間に合わなかった飛行機が、まあ、そういうのになってしまってるということはやっぱり選ばれしというか、そうですね、まあ、やっぱり何かあるやん、そこには。間違いですね。だってそんなことないねんから、何か、まあ、遅れるとか誰かが遅れるとか今まで一回もなかった人らしいのね、はい、そういうところから始まってるから絶対日本に必要な人、はい、っていうところから始まってるやんか。もちろん
記憶力のやばさもそうやし、この間やばいと思ったのは、この間高校野球で京都とどこやったっけ、まあ、なんせ決勝したんだけど、どっちも勝っても優勝みたいな、はい、それを俺は夜中の11時半ぐらいに収録してたのよね、その決勝あった、俺は結果知ってんねん、はい、結果知ってて収録してて、さんまさんってどう終わって何してるんですかって話だって、いや、あの今日も終わって帰ったら、あの決勝戦見なあかんから、あの言うなよって言うな、はい、あの結果言うなよって、いや、それ、結果知らないで、いや、知らん、帰ったらその最初から見るねんって言うね、うん、いや、結果だけいいじゃないですか、ニュースでいいじゃないですか、あかん、そんな流れがあるやろ、あ、だからあの1回表から見んねんって、それはもう全部そうやって言うねん、サッカーとかも全部、サッカーもあの大谷翔平、大谷君の試合も録画するけど、帰ってから1回表から見ると流れがあるやろって、だそんな8回裏の1点とかだけ見ても流れあるやんって、はい、これってさんまさんがよく言う流れやねん、お笑いの展開の流れを見とかなあかんっていう、あ、ここに俺通じる、だって仕事終わってよ、なんか12時で帰る、普通結果だけでええやん、いやですね、申し訳ない、高校野球やん、ね、どっちが勝ったかでええやんか、はい、ほんでそのダイジェストを見て4、5分のダイジェストでええやんか、はい、流れあるやろっていうねん、はあ、これはこの人すやばいなというか、冗談抜きでもうそんな人生まれないでしょうね、うん、あの本当生まれない、メディアが TikTok になっちゃったじゃないですか、うんうん、とか YouTube ショートとか、うんうん、あれって本当流れ無視 の結果だけ、そうね、だから今ほんま流れなんていらん時代やん、そうですね、で俺もできればまあ早くも気にしてるタイプやし、でもさんまさんってほらアスク入れへん、テロップ入れへん、さんまさんの番組、本当だ、我はもう今ダニ入れへんのはさんまの番組だけ、もう今も当たり前のようにも俺らの YouTube でもイベント見にくいやん、そうですね、昔俺らエンタの神様ってやった時にあれを出したのよ、やっぱゴミさんっていうね、はい、でもあれも賛否両論あったのよね、最初、そうですね、テロップなんて入れるな、でも今の時代だから、俺はゴミさんっていうのはすごかったのはもうそれは先取りしてんの、はいはいはい、もう音切っててもながら見してても分かるように、もうテロップだけで電車でも音聞こえへんくても分かるようにしてたの、はあ、それ今の時代そうやんか、はいはい、もうなんか、もうなんか何やってるか分かんないけどテロップだけ見てたら分かるやんか、なんとなくは、それはさんまさんは絶対かたくなにしないの、それはなぜかというとやっぱ流れ、流れもあるし、そのそうね、一言一言を大切に見てもらいたい、この流れにあったこのツッコミがあるのに、まあ一番分かりやすいのはそのツッコミだけ今バーンって出るやん、はい、でだからこんな今面白いこと言いましたよって分からずやん、今この人面白いこと言いましたよって、でもこれ俺も慣れてしまってるやんか、そうです、だから多分全員その文化になれてますよ、ね、なってるけどさんまさんはそれをしないのね、だからさんま御殿もそう、ほんまでっかもそう、向上委員会もそう、うん、いろんな番組があるけど、ね、絶対だ、まあたまに素人さんの番組で素人さんの言うやつは出すけど、さんまさんがバーって喋ってるやつを出すことあんまない、ね、まあそうか、俺今思い出してこの一個やばい、俺がやばいって思った、明石家さんもやばいなって思った話、最後にじゃあ、はい、お願いします、ちょこちょこしてんねんけど、俺そのよくさんまさんとカラクリテレビもなかったけど、でなんか後半よくロケ一緒にさせてもらったんだよ、よくさんまさんが俺に言うてくれるわしやないかいっていうね振りがよくあって、まあ俺のスキャンダルのことをなんか違う話、俺のスキャンダルの話をしたのに、それわしやないかいって言って笑いにしてた、その時にロケでラサール石井さんの家にロケに行ったの、ね、でラサール石井さんの奥さんってめちゃめちゃ若いの、ほんでその石井ラサールさんのご自宅でロケをするのよ、ほんなら綺麗な奥さんおって、いやでも奥さんとこんな年齢差でまあぶっちゃけどういう会話するんですかっていう話になるやんか、はい、でいやこんな年齢差でこんな素敵な奥さんでってさんまさんもおって、その時にあぱっと思い出して、さんまさんが当時18歳のセクシー女優となんか焼肉を食べたでハニートラップなったみたいな週刊誌が出た後やったの、うん、それはもうまあハニートラップかかってんの、はい、18歳18歳のセクシー女優がなんかお持ち帰りみたいな、なるほど、ハニートラップみたいなのが週刊誌に出てて、はい、であ、それ先生やと思って、
あこれ言わなと思って、あ先生、あそういえばさんまさん、 あなたもなんか18歳の女の子と焼肉行ってましたね、はい、って言ったら、ブラなんとかしてくれると思うんだけど、はい、ほんならあのさんまさんが、いやいやそれはええねんって俺頭が叩かれて、はい、ほんまそんな無性もええねん話や、あれと思って、まあロケやけど無性ええねん、あれと思って、俺はもうバーンってなったけどロケやからまあまあまあと思いながら、でもちょっと見て引っかかってん、はい、何やちょっと違いますね、おいおいおい笑いにせえへんのかい、うんうん、さんまよって俺はあったの、はい、今俺ロケやんねんけど、あれお笑い怪獣やのにあれ NG やったんや、うんうん、で俺はちょっとなんか悔しかったのね、印象とちょっと違いますよね、うん、ほんまそうだよね、それええねん言うな、うん、あれと思いながら、なんかあれお笑い怪獣も NG やったんや、でもなんかちょっとねその時にその娘、ひまるちゃんがやっぱそういうのが嫌やっていうのは聞いたことあって、そういう自分より下の女の子とそんなことを取られるのが嫌やっていうの話を聞いたこと、あだからかと、ひまるちゃんのためにもその話したら嫌がってこれをカットするんやなと思って、でもそのやり方ないよなと俺は思ったの、あの明石家さんまがすかしたぞと俺は思ったの、ロケが終わってでそのロケ終わって次また別の人の別の女優さんと焼肉を食べるロケやったの、はい、でそれが終わってさロケバスで次に移動行くときに俺はあの結構前の方に座ってるの、さんまさんは一番後ろに座ってるので移動しててちょっとなんか何やったよなとか、あれあかんかってんや、あ今後あれ言ったらあかんねんなみたいな、ちょっと反省を、あんな顔のさんまさん見たことなかったの、はい、ほんなら後ろからさんまさんがバーって来て、はい、こうやって来て、あ怖い次男、あの次のロケあのさっきのあれ言うてくれ、えっていう、あんなリアクションだったの、あったもん、さっきの話言うてくれ、それわしやないかいって言うからでボソボソ、はいはい、言ってパワーって帰ってくる、はい、その時にちょっとえっとやばと思って、多分それはさんまさんも思ったんやろな、なんで俺はあの時ああの笑いにせえへんか、だから同じ気持ちでさんまさんも追ってくれたと思うね、はあなるほど、俺はあんなこと言ってしまった、陣内に対してなんか変な空気でええねんって言うてもうた、笑いにしてないだから俺に、ね、陣内あのあれあのもう一回あれやってって、もうごめんってお前陣内あれもう一回やって、それでは知らないかいってあれやろうってバッて言われて、もう誰も聞こえてへんね、はい、で焼肉屋行って全然違う女優さんがおって、ほんで俺がバーって喋ってる時に、ただこれが問題なのはね、ここの言われたのは俺とさんまさんしか知らんのよ、はいはい、でそのロケのスタッフは一緒なのよ、さっきの朝原さんの家に行ってるから、はい、その時にさんまさんが、うん、それええねんやかましいねんって言ってんの分かってんの、ピリついた空気になってんの分かってんのスタッフはな、でも俺はさんまさんに言われたから焼肉食べながら、そういえばさんまさんあの18歳の女の子と焼肉行ってましたねって俺はもう一回言うてんねん、はい、スタッフとしたらこいつもう一回言うこいつ頭おかしいんかみたいな感じでなりますね、ピキーンってなったのよ、はい、でもさんまさんそうそうそう俺はね犯人取る人わしやないかいってさんまさんはやったのよ、はい、ほんでスタッフからドーン受けんのよ、あよかったよかった、はい、受けんねんけど、これは俺としたらスタッフは陣内は空気読まれへんやつやみたいな感じにもなってんのよ、なるほど、 あいつまた生きよったみたいな、はいはいはい、でもさんまさんはすごい、うん、あれをまた笑いに変えたみたいなあってんけど、でも俺はあの時にはやばいなと、この人のやばさって、あここを瞬時に、まあ、言い方は俺は反省と言うとあれやけど、うん、やっぱお笑い怪人なんで、あれをあの時に俺があのまま終わってたら、あれさんまさんって NG あったんや、やっぱあの女の子のこと言ったらあかんかったんかなみたいな、はい、あってんけど、そっから俺何回もそれ言えるようになったもん、そのセクシー女優とハニートラップなって、実はわしやないかいっていうのにもそっからできたし、俺が言われた後にそういう話をしたら、あれハニートラップやね、 3日連続で10代の姉ちゃんに騙されたわとかっていうようになってくれたから、やっぱ今週やばいなと思った話、多分ですけど自分の見栄えとかじゃなくて陣内さんにどう思われたかを察してますよね、ああかもしれないね、多分そうですよね、うん、それはそうかもしれない、だからすごいなって、そんな俺が逆で一番後ろ座っててさ、前に座ってる後輩のとこに行って、いやいやいや本当ですよ、ちょっともう一回あれやってくれへん、やめなって言わへん、やんないですよね、やっぱり吉本も言われたくないことやん、ほんまに娘がいてて、そういうちょっとチブなところを娘に
嫌悪感を抱かれるような出来事、はい、うわかっこいいっすね。やばいなと思うな。いやすごい、いややば、うん、3つともすごい話でした。いやいや本当に、まあ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 、今日オンエアできなかった話もあるみたいなんで、ぜひまたちょっとコラボさせてください、うん、よろしくお願いします。あ、そうね。で俺の、ね、ネタ人の方ではね、はい、はやともの全くオンエアできない話をね。そうなんです、3つあのはやともの感覚がバグってる話あの 3選をちょっとお送りしております。感覚バグりすぎてオンエアできない話ね。話が、まあ、オンエアできる話もちゃんとまあやってるんで、ね、してるので、ぜひちょっと概要欄から飛んで見てください、よろしくお願いします。はい、いや陣内さんということで、またぜひよろしくお願いします。いやこちらこそです、ありがとうございました。ありがとうございました。やばい秘密を持っている人々が11月2日有明アリーナに集結します。直木マンショーとシークエンスハヤトモが開催するザ・シークレットショー、前代未聞の都市伝説イベント、来たる2025年、生き残りたい人は集まってください。新世界の扉でお待ちしております。